久保さんあの12月に振り返る人が多いんで商品売れるんですよねありがとうございますもう12月はね1年で一番の勝負ですからね僕にとっては書き入れ時なんでもうこれから12月はめちゃめちゃセールス頑張ります120万売りますようんまあ楽しみですね挑戦するっつうのは やっぱ120万をウェブで売るっていうのはね、あの、そう、与沢さんがね、与沢,与沢さんと小玉さんが、なんとかプロデュースっつってウェブで100万の商品売ってすげえな、みたいなね。ウェブ上で100万売るって結構難しいんですよ。だから対面だったらあれですけど、ウェブ上で僕売ってきますから。だからあのセールスレ,レター見たとき、 攻めるなみたいなでもあれ二億2億か1億売れたみたいですよねだ百百100人がはは100人以上入ったのかなあの与沢さんと児玉プロデュース <laughs> すごいっすよねフロント100万みたいなしかもその <laughs> 100万買った後何が出てくるかっていうとあのアップセルであの10万円のあのセミナーが出てきたんです 100万の後と10万かみたいな。こう会社でう、なんか、これ、なんか安く感じるな、みたいなね。<laughs> これ、うまいな、みたいな。なんだろうワンデーセミナー10万が超安く感じるっていうね。あの、あの記憶にありますね。あの、100万をフロントでこう出してきたので、まぁ、あ、今回のテーマはですね、あの、12月になっても振り返らないやつですね。 まあこれはもう終わり,です、ね、終わりっていうか、まあまあ、その人の人生なんで、まあ、僕には関係ないですけども、まあ、12月に振り返る12月振り返ってみてあのやらないといけないなとか何か挑戦しないといけないなとかあもう人生早いなと何かやらないと人生早く終わっちゃうなと感じて動け感じる人はまだ救いようがあると思うんですけど 何も感じないんだったら、それは救いようがないですよね。うん。まあ僕がいつも思うんですけど、日々後悔、まあ後悔しない生き方っていうのは、日々後悔するってことなんですよね。後悔しない生き方をしたいんだったら、日々後悔しろと。多分これがね、僕のかくん、架空、架というか、格言じゃないですか。後悔せずに生きる方法は、日々後悔するっていう。 あ昨日できなかったから今日やるぞつってね。今日、今日昨日もっとできたんじゃないか。じゃあもっとやるぞみたいな。んかちょっとでもいいんで、なんかあのこ、あの、後悔していくっていう。うん。だ与沢さんが昔深く後悔して、深くなんちゃらっていう動画が、ね、ありましたけど、あの、深くんじゃなくてもいいんですよ。日々後悔して日々やっとけば、別に深,深,深くなくてもいいんですよ。 でも、あの、毎日深く後悔したら、まあ、それはすごいことになると思いますけどね。うん。でも、毎日ある程度やってれば、ちょっとの後悔で済むと思いますよ。毎日ある程度やってれば、ちょっとの後悔で。うん。そう。ただ、僕とか久保さんの次元になると、まあ、ぶっちゃけ言うと、あんまり後悔はないんですけどね。日々後悔するってことはないです。だって、日々やってるから。うん。 でも僕はその日々の後悔は今ないんだけども昔の後悔はずっとあるんですよずっと持ってますね昔の後悔ってどういうことかっていうとやっぱ僕は空白の10年って呼んでるんですけどまあその空白の10年があるから今があるっていうのもあるんだけどもやっぱその熟成でその若い子うんとかまあ,あの動画をアップロードしますけども ま、弟子に、あの、お風呂開けますね。その、今、弟子32歳なんですよ。三32歳でタワーマンに住んでて、まあ、タワーマンの動画もアップロードされてるな、アップされてるな。あの、ポルシェ乗ったんですけど、32歳でね、こんな生活してんのか、みたいな。<laughs> 俺もう40だぞ、みたいな。 だからも,もっと早くなんか独立しとけばもっとなんか自由な生活得れたいもっと違うせもっと違う世界見れたんじゃないかなって思うことがずっと思ってるんで深く刻んでますよねだから日々後悔あのー、今できないので、ね、日々後悔できないんで、あのー、昔の後悔をずっと引きずって今それを原動力に変えてますねだから今楽しむ今いっぱい 自分の意志で挑戦していく。昔は、うん、自分の意志とは逆な部分が結構ありましたから。うん。それはまあ会社組織に入ってれば、自分の意志が100%で通ることはまずないじゃないですか。会社の方針と自分の考え、思いっていうのが、すり、100%ずっとすり合わせていくってことはないと思うんで。 何かしらそこにジレンマがあると思います。これはまあ会社員の宿命だと思いますよ、うん。だってあなたが作った会社じゃないだから、うん。で、あなたが仮に作った会社でも従業員を雇うと自分の意思とは真逆な従業員をあが出てきたりしますから <laughs>、うん。なんでね、あの、まあ一般の方は日々後悔するっていうのがいいんじゃないですかね。 うん、まあ、ベストはね、久保さんとか僕みたいに、別にもう、当たり前のごとくね、歯磨きのごとく、日々、やるべきことをやっておけば、まあ、久保さんはやるべきことというかね、なんだろうな、もう、あの趣味でやってますけど、僕はやるべきことをやります。商品しっかり売るし。うん、うだやるべきことやってるんで、まあ、日々の後悔は僕はないですけどね、あんまり。 うん、ただ昔の後悔は圧倒的にあるんで昔の後悔を圧倒的に原動力に今変えてますけど <laughs> 日々日々日々,日々の後悔はないけど過去の後悔を原動力に変えるっていうことですね、うん、お風呂沸きました行ってきます